人生のアルバムにひょっこりと現れては人を驚かす。賢くて過激な、残酷で優しい、とにかく魅力的な一匹の子猫。子猫は小さなネズミが相手をするように大きなネズミと戯れる。大きなネズミは映画、子猫は谷陽子。1960年秋、パリにて、ジャック・プレヴェール。彼女の舞台が開く日には花屋の花がすっからかん。パリ中のバラが集められ劇場をあふれ出し、誰もかもがため息つく。ああバラの女、彼女のベッドは花盛り、壁紙までもがバラの花。可愛く無邪気で大胆で浮き名を流すたびにパパラッチが追いかける。ああ恋の女、異国で開いた憧れ、シネマに咲かせた愛の花、世界を沸かせた憧れ、彼女が咲かせたバラの花。情けの女、彼女のお墓は真っ青なブルターヌの海、見える丘。魔術をかけられ枯れ果てず、女王様のように夢眠っている。ああ夢の女、腕いっぱいのバラの花、ここに捧げる僕の花、世界を沸かせた憧れ、あなた自身がバラの花。異国で開いた憧れ、シネマに咲かせたバラの花、世界を沸かせれた憧れ、あなたが咲かせたバラの花。